鍵の主人公神田は俳優水沢慎吾が演じており、神殿の教え子木村役の水石は艶っぽい役が皆様の目に入るのは初めてだったかもしれないので感想が楽しみドキドキですと語った。一方、人出なしの恋の主人公京子はセクシー女優の宇佐丸真奈美が演じており、細田は京子の夫でミステリアスな門の役、三者三様の秘め事があってそれをお互いが探り合っていく撮影期間は楽しかったと振り返り、役作りについてはミステリアスや儚げと監督に何度も言われていたので前髪で